存在とか。そうですね、だからもう本当に有名な国家的映画俳優の息子ということで、いわば芸能界に対する見せしめだと思います。ある意味もう普通にやられてた大麻吸引というのは芸能界ではごく普通に、ありふれたことだと思うんですけれども、その今回の懲役6ヶ月の見せしめともね、福島さんもおっしゃっていましたが、これどう見れば